昨シーズンも同じ第4節で顔を合わせた両チーム。敗れたセレッソはその後リズムを崩し、勝ったベガルタは上位をひた走りました。前半17分のセレッソ、丸橋からパスを受けた柿谷、振り向いてミドルシュート。25分のベガルタ、得意のカウンター攻撃を仕掛けます。太田からパスをもらったリャン・ヨンギが中に切り込みクロスを入れます。しかし飛び込んだ松下はボールに触ることができません。32分のベガルタ、相手ディフェンスのクリアボールを拾った田村。セレッソ丸橋のクリアボールは無情にも自陣のゴールの中、オウンゴールでベガルタが先制します。まあ、このシーンなんですけども、ボールが、ゴール前に入ったということで、ここでこうもつれて、予想外のことが起きたと思うんですよね。それによってこう一瞬判断に迷ったシーンだったと思いますけどね。1点を追うセレッソは後半3分、こぼれ球を山口がボレーシュート。これはゴールキーパーに防がれます。いや、これは枠行ってたと思うんで、素晴らしい反応ですね。素晴らしいシュートでもあります。さらに6分、シンプリシオが自陣からドリブルで持ち上がります。南のシンプリシオとつなぎ、最後は柿谷、セレッソが同点に追いつきます。このシーンはセレッソの素晴らしいご連動性、ボールのない人の動きの質、そしてこのスピード感のある中で柿谷のこのトラップで角度を変えて、これキーパーも動いてるんですね、その逆を見事についているこのシュートセンス、素晴らしいと思いますね。その後両チームともシュートを放ちますが、あと一歩届かず1対1の引き分けに終わりました。